どうも、ブルームビューティーバーの小西博之です。今回のご相談は30代女性の方です。初めてのお店での話です。前のお店でスタイリストの方からこんな傷んでるのはダメだよと注意されました。それだけならまだしも、毛量多いよねとかズケズケ言ってこられて、さすがに腹が立ちました。そこまで言わなくてよくないですか、とのことですね。そうですね、こういう美容師もいるんですけども、ダメですよね。普通にこのお客さんが腹立ってるっていうことを接客上しちゃダメですよね。まあ絶対これは良くない美容師ですね。大体こういう人ってね、なんか一応親切にこう伝えてるつもりはあるんでしょうね。髪傷んでるからダメだよっていうのは、確かに美容師はみんなそう傷んでる方見たら思いますけど、どう伝えるかですもんね。そこはね、もう人なんでね、こういう人もいるんですよね。本当にこれが気に入らなかったらやっぱ違う店にした方がいいですね。なんか逆にほら、こういうのも好きな人もいるかもしんないから、変に需要があるのかもしんないですね。あ、なんかちょっと辛口なのいいみたいな、それはわかんないですけど、そういうちょっとド M な方もいらっしゃったら、この人は大当たりかもしれないですし、これはもう相性だと思います。人対人の、基本的には良くないです。おっしゃってる通り、もう自分もこんなん言われたらすぐ腹立つし、だから自分もこういう言い方は絶対しないんですけど、ちょっと髪傷んできている感じはあるので、まあいつもよりトリートメント頑張ってみましょうみたいな言い方で、柔らかくやっぱ言わなきゃいけないなとは個人的には思ってるんで。でもそうやってね、辛口でこう注意することがお客さんの心に響くこともあるから、だから、あなたの場合はここは合わないっていうことで、もうちょっとこう優しく穏やかに伝えてくれる美容師のお店に行く方が絶対いいですね。まあこんだけ言わな、ここまで言わなくていいと思いますけどね。まあぜひ参考にしてみてください。はい、じゃあこういった形で何か相談したい方いらっしゃれば、できれば年代や性別も書いて気軽にコメントしてみてください。それではブルームビューティーバーの小西博之でした。